ここは地下の湖。こんなもんが広がってたのかよ。皆さん、あれ。キーボーの写真に写っていた。この場所で撮られたものだったのね。なんかね、暗くてでっかい場所が頭の中に浮かんできた。上の方がぼんやり光ってて綺麗だけど、ちょっと怖い感じ。そうか、あれはこの場所のことだったのか。その通りさ。ヨアヒム・ギュンタ。いつの間に。どうやら本当にただものじゃなさそうだね。ようこそ我らの起源にして聖地へ。特務支援課の諸君、そして遊撃士協会のお客人、歓迎させてもらうよ。あなたは随分と余裕じゃねえか。ヨアヒム・ギュンタ、単刀直入に行かせてもらう。グノーシスを投与して操っている人々を今すぐ解放しろ。どんな方法かは知らないが、あんたが操ってるのは分かっている。ああ、別に構わないよ。IBC ビルでも言っただろう。キーヤ様を引き渡せばいくらでも手を引こうと。ふざけるな。まだそんな弱い事を。てめえ、喧嘩売ってんのか。最低の犯罪者ですね。何こいつ、教授並みに性格が悪そうね。ワイスマンはここまで狂気じみてはいなかったけど。やれやれ、これでは話にならないな。そもそもキーヤ様は我らが教団の崇める巫女、それを返せというのがどうして理不尽なんだい。自分たちが6年前どんなことをやったと思っている。そんな連中にキーヤを引き渡せるわけが。それよりもいい加減キーヤちゃんの素性を明らかにしなさい。ちゃんと身元は分かっているのでしょう。なるほど、君たちはまだキーヤ様がこの時代の生まれだと思っているのか。この時代。いいだろう、英知に至らぬ者に話すのは本来禁じられているが、君たちには特別に教えてあげよう。つい一月前までキーヤ様は眠っておられた。この祭壇の聖なるゆりかごでまどろむように、500年以上にも及ぶ長き眠りに疲れていたのさ。まさか。てめえ、ふかしてんじゃねえぞ。別にそんなに驚くこともないだろう。現代の技術では不可能でも、古の技術ならばそれが可能。500年前アーティファクトを研究していた錬金術師の集団がこの地にあった。この祭壇は彼らの技術をもとに作られたと伝えられている。星見の塔を建造した中世の錬金術師たち。そんなつながりがあったなんて。以来キーヤ様は500年もの長き眠りに疲れていた。当然その素性を知る者は我が教団にすら残っていない。つまりはそういうことさ。そんな、なんてこった。キーヤちゃんの過去取り戻してあげられると思ったのに。何を悲しむことがあるんだい。
キーヤ様に過去など不要。なぜなら彼女はこれより真の神になるのだから。神って文字通りの意味さ。君たちはいい加減真実に気づくべきなんだよ。エイドス？そんなものがどこにいる。全ては七王教会によるまやかしだとなぜ気づかない。正気かよ。女神の存在を疑う人がいるなんてだがそれが我が DG 教団の説く真理だ。よく誤解されるのだが、我々は別に悪魔という存在を崇拝しているわけではない。ただ女神という概念を否定するために好都合だから概念的に利用しているに過ぎない。毒を持って毒を制す。ふざけないで。だったらどうしてあんなひどいことを。みんな泣き叫んでいた。私がいたロッジはそれでもマシだったと聞いている。悪魔なんて崇拝してもいないのに、どうしてそんな。ティオスケティオプラトー、君の名前は覚え。アルタイルロッジで素晴らしい感能力を示した検体。いやはや、まさかこんな形で検体本人に会うことになるとはね。ちょうどいい。改めて話してもらおうか。大陸各地のロッジで行っていた数々のひどい。おや、まだわからないのかね。全てはグノーシスの完成度を高めるための実験だったのさ。人が極限状態の時に示す想念の強さや潜在能力の開花、それがグノーシスの完成度を高める格好のデータだったわけだちなみに子供が多かった理由は単にデータサンプルの精度の問題さ。思春期を迎える前の幼く無垢な検体の方が。やめろ。いい加減にしなさい、この人でなし。まさか俺ら以上の外道がいるとはな。ヨアヒム・ギュンタ、察するにあなたはそうした数々の実験を統括していた。その通りだ。だからといって教団内の位階が高いわけではない。そもそも我が教団は真なる神のもと平等の。あんたたちの教義なんて正直どうでもいいわ。それよりだったら知ってるはずよね、楽園と呼ばれていた風変わりなロッジのことを。その名前は。あの黒いファイルにあった。おお、その存在を知っている。あれは教団の有力者がわざわざ作らせたロッジでね、各地の有力者を取り込み弱みを握って教団の手づるとする。正直僕が考えていた実験の趣旨からかけ離れてしまったロッジだ。やっぱり推測通りだ。なるほど、そういうその楽園とやらに引き込んで議長の弱みを握ったんだな。僕は全てのロッジの実験結果に目を通していたからね。6年前のあの忌々しい作戦でほとんどのロッジが失われた、ちょうどいい後ろ盾を手に入れることができたわけだ。ルバーチェなんていう便利な手足のおまけ付きでね。やっぱりか。警備隊を操れているのもそのあたりの関係だな。そういえばどうやってグノーシスを連中に服用させやがった。ああ、議長の子飼いである警備隊司令に強引に回させたのさ。ウルスラ病院で開発された画期的な栄養剤という触れ込みでねまさかこんなにあっさりと信じるとは思わなかった。アホ司令がさすがにうかつすぎんだろ。楽園に話を戻すが、あれは妙な終わり方をしたようだな。どうやら例の作戦とは別に去年リベールで異変を起こした結社とやらに潰されたようだ。やれやれ、
何のつもりだ。ああ、しかし楽園には一つだけ大きな心残りがあった。天才的な適応力を持つ一人の幼い検体がいたんだが、これがまた傑作でね。周囲にいた別の検体の人格をグノーシス投与をきっかけに自分のものとして取り込んだのさ。いや、その実験データだけでもせめて。もういいわ、知りたいことは全部わかった。もうそれ以上話す必要はない。ごめんロイド、少し出しゃばったみたいだ。いや、おかげでこちらもかなり整理できた気がする。これで心置きなく逮捕に踏み。 DG 教団幹部司祭ヨアヒム・ギュンター、自治州法に基づき傷害、騒乱、不法占拠、薬物使用、略式ではあるけど捜査令状および逮捕状もすでに出ているわ。おとなしくお縄についてもらおうか。いいだろう、僕と君たちのどちらが目的を達せられ、ここは一つ賭けをしようじゃないか。その髪は、しかもフォーバルスタッフの一種。僕の髪はこちらの方が地の色でね、グノーシスを投与し続けて少々風変わりな体質になったんだ。なんせここ数年全く睡眠をとっていないくらいだからね。おいおい、シャレになってねえぞ。なるほど、それで病院勤めをしながらここまで。さすがは捜査官、いいところに気づくじゃないか。ちなみにこの杖は例の錬金術師たちが作り上げた魔道具のアーティファクトすら凌駕する力を秘めていてね。魔道の力に、こんなものまで刺激できるくらいさ。これって錬金術を駆使して作られた中世のオーバーマペットか。さて、そろそろ幕切れとさせてもらうよ。多分今日という日は記念すべき一日になるだろう。キーヤ様が神となって我らの悲願が達せられる日にね。知れ事、あなたなんかに。さあ賭けを始めよう。お返しだ。できない。宝石を監視します。入手しました。お返しよ。任せろ。私の番ね。俺の番だな。俺の番だな。私の番です。ドラえもん。これはどうだい。いや、任せろ。よし、助かりました。いや、ありがとう。真の英知を知るがいい。来たれ来たれ、最悪の宝珠。フフフフ。私の番です。それ、私の番ね。聖なる女神の奇跡、光となりて天より来たれ、オーラレイン。ありがとうございました。任せてくれ。さ
おっしゃ。ほらよ。はい。ドライブ開始。捕らえられるかな。助かりました。やあ。なんとかしないと。エニグマ。まだやれる。それ。やあ。行くぜ。僕、行くぞ。えは。そこだ。行きます。ドライブ開始。それ。任せて。エニグマ。よっしゃ。行くぞ。どう。助かりました。はい。エニグマ駆動。やあ。よし。刺さるか。捕らえられるかな。エニグマ。任せろ。エニグマ駆動。すまない。やあ、みんな。はい。ドライブ。やあ。よっしゃ。おいら。助かりました。行きます。ドライブ。任せて。みんなで助かりました。よっしゃ。おいら。ありがとう。よっしゃ。おうわ、ありがとう。捕らえられるかな。ドライブ。やあ。みんな、ありがとう。ダメダメです。俺の番だな。よし。お返しだ。任せろ。真の英知を知るがいい。助かりました。任せろ。行くぞエビア。任せて。みんな助かりました。捕らえられるかな。ドライブ開始。や。任せろ。任せてくれエニグマ。これはどうだい。私の番です。エニグマ駆動。みんなで助かりました。任せろ。俺の番だな。そこだ。やあ。はい。エニグマ駆動。俺の番だな。やあ。ありがとう。捕らえられるかな。これもどうだ。ありがとう。よっしゃ。これで終わり。俺の番だな。さてと、エニグマ駆動。やあ。エニグマ駆動。よっしゃ。ここだ。俺の番だな。俺の番だ。はい。ドライブ開始。やあ。任せてくれ。俺の番だな。真の英知を知るがいい。みんな助かりました。さてと、死ねないと。捕らえられるかな。任せてくれ。
エニグマ駆動。くらえ。私の番です。エニグマ駆動。それ、行くぜ。行くぞ。おうら、俺の番だ。俺の番だな。そこだ。私の番です。ドライブ開始。任せて。俺の番。や、任せろ。お返しだ。捕らえられるかな。かな。ドライブ開始。や。ザイス。や。ふん。俺の番だな。エビア。任せろ。さっと行った。ドライブ開始。やあ。エヌグマ。俺の番だ。任せろ。さてと。みんな、助かりました。行きます。捕らえられるかな。かな。俺の番だな。行きます。それ、おうわ、ありがとう。それ何。くらえ。行くぞ。やるや。遊びすぎたか。よし、上出来だ。よし。賭けは俺たちの勝ちだな。おとなしく投降しなさい。やれやれ、一つ教えてあげよう。知っての通り、グノーシスの効能は単純な身体能力の強化な感能力の強化、ひいては服用者の潜在能力を引き出すものだが、その使い方を極めれば、こん？なんだこいつは。空間が呪縛されている。これってワイスマンの魔眼。バカな、どうやって。そちらの二人は随分と興味深い体験をしているようだね。リベルアークにファンタズマか。こいつ、私たちの記憶を。まさかそこから再現したのか。ワイスマン。ほう、これはなかなか共感を覚える人物のようだ。ウロボロスの情報も思っていた以上に興味深い。なかなか楽しい。こんなやつに。賭けは僕の勝ちだ。早速君たちにはグノーシスを飲んでもらうよ。そうすれば君たちは僕の思うがまま、キーヤ様も納得してお戻りになっていただけるだろう。それが狙いで私たちをここまで。君たちのような愚物にどうしてわざわざ面会の時間を割いたと思っている。全てはキーヤ様のため。それ以外の理由がどこにあるというんだい。あなたはそこまでの力を手に入れておきながら、その上キーヤにこだわる理由が一体どこにあるんだ。おお、彼女が本当に500年前の時代の出身だったとしても、あくまで普通の女の子であるのは変わらないんじゃないのか。それだけの力を手に入れながら、どうしてキーヤにこだわる。確かに根本的な疑問だね。
言っただろう、彼女は神となるお方。キーヤ様の前にはこの力など比較するのもおこがましいだろう。いやそもそも比較すること自体意味がないとも言えるのかな。わけのわからねえこと。本当に誰かさんにそっくりだわ。まあいい。どうしてキーヤはオークションの場にいたんだ。確かにそれもまだ分かっていないわね。マフィアの方でもここ。続けて聞くぞ、俺の兄ガイ・バニングスを。ほほほ、そうか、なるほど。二人きりの兄弟、年の兄の殉職後はクロスベルを離れ再び戻ってきたというこれは傑作だ。まさか君があの厄介な男の弟だった。それはこ確かに当時彼は僕の存在に厄介だからルバーチェに頼んで抹殺するよう依頼したんだが、どうやら殺したのは全く別の勢力だったようだな。3年前マルコーニはさも自分たちの手柄のように僕に恩を着せてきたが、ガルシアの方は否定していたからその可能性はないだろう。なるほど、だろうと思ったよ。あんたみたいな男に兄貴が負けるとは思えないからな。うん、ほう、面白いことを言うじゃないか。キーヤがオークションの場にいた経緯、多分それもあんたにとっては想定外の出来事だったはずだ。自らが神と崇める存在を簡単に手放すわけがないからな。確かに、あまりに非合理的ですね。くっ、確かにあの日キーヤ様は長き眠りからようやくお目覚めになった。だが僕がそれを知った時にはこの祭壇からいなくなっていた。おそらくご自分で地上にさまよい出たと思ったが、そして偶然出品予定だった人形のトランクに入りくばかげている。そんなことがありえるわけがない。ヘイユにもたらされた情報もある。つまり今回の事件に関してはクロいいツッコミだぜロイド君、すごい。さすがは捜査官だね。だからどうした。キーヤ様がお戻りになればそのようなさまつな疑問は。グノーシス冗談も大概にしたらどうだ。あんたが今していることは誰かの記憶を盗み見て誰かの力を真似ただけだろう。あんたが非道な実験をもとに完成させた薬とやらも同じ。罪のない子供たちをもてあそんで愚かな試行錯誤を繰り返した挙句、そんなものが断じて英知であるものか。貴様、確かに英知というには下劣すぎるかもしれないわね。卑しいと言ってもいいかと思います。ごめん、ワイスマンの方がはるかにマシだったかも。ああ、僕も同感だ。そして今もなおあんたはそのくだらない幻想をキーヤに押し付けようとしている。あの日だまりのように明るくて無邪気で天真爛漫で、そして思いやりもある俺たちの大切なあの子に。そんな馬鹿げたことをさせるものか。バカな。あ、体が動くぜ。呪縛が。そうか、彼の魔眼は所詮コピーしただけなのに動揺すれば保てない程度の不完全なものだったのか。ロイド君の気合が打ち破ったってわけね。ヨアヒム・ギュンター、あんたの器はもう見切った。この家何をしてこようとも俺たちは絶対に屈しない。おとなしく投降してもらおう。
何をブツブツ言ってやがる。これじゃあ切り札を使うしかなくなったじゃないか。それは教えてあげよう。これぞ完成したグノーシスの最終形とも呼べるもの。君たちが手に入れたものが青の英知というならば、さしずめこれは赤の英知といったところかな。もしかして秘書野郎とマフィアどもを化け物に変えた。その通り。しまった、あんなに大量に服用したら中毒症状。とにかく急いで吐かせないと。見えるぞ。大いなる D、 失われた力の源が。ああああああ我は全ての真実へと至った。世界の在り方、その秘められた意図も。気を確かに持て。そんなものは甘やかしだ。真実というのはそう単純につかめるものなんかじゃな。それは単に人並みの限界。我には全てが見えるのだ。キーヤ様の失踪のからくり、そして貴様の兄の死の死、クロスベルの地に課せられた避けられぬ運命の。ハッタリオ、もはや貴様らを生かしておく意味もなくなった。至れぬ身の不運を嘆きながら。秘書さんの魔人化とは格が違うみたいですね。さすがにちょいと戦力差がありすぎるな。でもどうやら避けられる戦いではないみたいね。ああ、覚悟を決めよう。エリ、ギオ、ランディ、それからエステルにヨシア、これが最後の戦いだ。みんなの全力を貸してくれ。真の英知を知るがいい。俺の番。砕け散れ。はい。
行くぞ。みんな一気に行くぞ。任せてくれ。私の番ね。行くぞ。俺の番だな。それ。ザンキ。チャンスです。皆さん、お願いします。任せてくれ。
我が徳と味怪人にキスがいい光となるまずいな女ありがとう負けるかありがとう任せてくれ行くぞやめさてそれ俺の番だな、はい、よしやっおおエニグマクロスさすが私の番ね行くわよクライアントそれアカキングの死んだ行くぞ許さん行くぞおうありがとう俺の番だな任せてくれエニクマ私の番だエニグマ駆動助かりましたありがとうやおっしゃ任せてお、いける？俺の番だなおよしうまい、はい、それ任せてくれそれ来たれそこだYeah!
ニグマ駆動。行くぞ。それ。私の番ね。はい。エイ。さて、エオンシステム開放します。これで決める。トトハトトディア。ライジングサーン。しまったみたいです。こうなったらもう彼の肉体は、そんな、やるじゃないか。忌々しいが、最後に
正気を取り戻させてくれたことだけは礼を言っておこう。ヨアヒム。哀れみの目で僕を見ないでくれたまえ。見届けることはかなわないが、我らが対望はなったのだから。あの方はキーヤ様は、最後まで世まい事を。でも哀れね。はい。気にすることはないよ。あの狂気の薬を大量に飲んだ時点で。うん、そうね。できれば私も助けたかったけれど。ああ、最後まで彼の妄想を晴らすことができなかった。できればきちんと裁きを受けて、そうでないと彼自身も、彼が犠牲にした人たちも。ロイド、ロイドさん。ほら、何をしけたつらしてやがる。ランディ。俺たちは全能じゃねえ。全てがうまくいくわけがねえんだ。それでも精一杯やってここまで来れたんだろうが。ベストとは言わねえが、上出来ってもんだぜ。ランディ。かつてのロッジ制圧作戦では、多くの教団信徒たちが自決しました。ガイさんやアリオスさん、課長たちは避けられない犠牲も時にはある。ティオ。彼は自滅してしまったけど、まだまだ後始末は残っている。クロスベル全域の混乱、それから操られていた人の安否も。落ち込んでる暇はないと思うわ、エリー。ありがとう。そうだな、へこんでる場合じゃないか。それにキーヤや課長との約束も。ええ、全員で無事にあの子の元に戻る約束、それと課長に一人前と認めてもらう約束ですか。なんとかどっちも守れそうだぜ。仲間か。どうやら幕引きみたいね。本当は最後まで手を貸すつもりはなかったんだけど。レイヴェに影響されちゃったのかしら。レン、これでクロスベルでのレンの心残りは。なかなか楽しかったけど、レンがいると混乱しそうだし、そろそろ失礼するわね、レン。なに、エステル。レンはまだ捕まる気はないわよ。うんうん、ねえ、もうあんたは私たちに捕まってるわ。最後に別れてから半年、一度リベールに里帰りして、またここに来てから3ヶ月、私たちはいつでもレンの気配を肌で感じてたわ。人形工房にいたことも知っていたし、ちょくちょくクロスベル市に遊びに来ていたのも知っていた。さすがに動力ネットで君を捕らえるのは難しかったけどね。当たり前じゃない、レンはキティ、誰にも捕まらないんだから。私たち以外には、今私たちはレンのことを全て知った。あんたの過去、悲しみ、そして嬉しいことや楽しいことも、もう逃げ切れないわよ。諦めると思ったのに、楽園のことしたら、エステル、絶対に。2年前の私だったら、ひょっとしたらそうだったかも。でもみんなやレイベ、そしてレンに出会えたおかげで
過去のどんな出来事も今のあんたを形作っている大切なものだから、今はただ愛おしくて仕方ないわ。本当だったらご両親の元に戻った方がいいのかもしれない。でも僕たちはどんなにわがままと言われようとも家族として君を引き取り、それがクロスベルに来て僕たちが改めて出した結論だ。そんなの、待てる待てる、どうして勝手に、もしかして、そうか、君もレンのこと。マイスターに調整されて自分の意思で動けるようになったみたいだね。もう逃がしてあげないんだから、これからどこでどんな風に暮らしていくか一緒に考える必要はあるけど、まずは一度リベールに帰りましょう。ティータもずっとレンのことを待っているわ。本当によかった、はい。さすがに。みんなありがとう。本当に君たちにはなんてお礼を言ったらいいのか。いや、俺たちは手伝いをしただけさ。君たちは君たちの手でこの結果を手に入れたんだと思う。よしや、おめでとうって言わせてくれ。ありがとう、ロイド。一刻も早くキーヤちゃんの顔が、はい、それにサイトとカッそんじゃあ、特務支援課撤収。捕らわれた人たちを護衛しつつ、マフィアたちの身柄を確保しながら地上に。ああ、それに暖かライダー、この声まさかキア、よかった、ライダーもエリーもティオもランディも無事で。どうしてキアちゃんが。しかも偉い王女隊じゃねえか。先ほど市外に展開していた警備隊員たちが全員気絶した。それで取り急ぎ彼女を連れてこちらに出向いたというわけだ。まったく、連れて行けとダダをこねられて。これだから支援課はしつけく。そう言いながらわざわざ連れてきて。セルギーさん。副司令にノエル総長も。皆さんお疲れ様です。こちらの部隊もようやく身動きが取れるようになったわ。それで様子を見に来たんだけど、とりあえず。はい。不気味な魔獣たちもおかげで全員連れて帰ってこられたぜ。ま、マフィアたちは拘束して地下に置いたままだが、むしろこれからの方が大変かもしれ。そうね、市民への説明と諸外国への対応、操られた警備隊員たちへのケアもきちんとしないと。マフィアたちも一通り拘束する必要がありそうですね。そして今回の事件に関する一連、1ヶ月は大忙しだろうな。感謝する。確かに死ぬほど忙しくなりそうだが、でもなんだか全てがいい方向に行きそうね。うん。ロイド、エリー、ティオ、ランディ、詳しい報告はゆっくりと聞かせても、とりあえずケリはつけてきたか。な、はい。
上出来だ。これでどうやらお前たちを一人前として認めてやることが、ガイの奴も喜んでるだろう。課長はいはい、ちょっとどいてどいて。グレイスさん、こんなところまで。こんな美味しいネタを見逃すわけにいきますかって。何はともあれ、まずは一枚パシャリと行かせてもらうわよ。ほら全員入った入った。やれやれ。写真撮っても。ああ、にっこり笑うんだぞ。うん、サイト入り。さすがに遠慮した方がよ。ほらほら、遠慮す。ジョーちゃんも入ってけよ。それじゃあ遠慮なく。まったくたまにはこういうのも悪くなかろう。ほら、副司令も課長さんの横あたりに。はいはい。でもこれ、さあ行きますよ。はい、チーズ。クロスベルに恐るべき混乱を引き起こした。それに利用されたマフィアと、薬物によって操られていた木、そしてハルトマン議長をはじめとする数々の有力者たちの不始末。事件の概要はクロスベルタイムズによって報じられ、前代未聞の大スキャンダルへと発展した。ここに至ってマクダイル市長は警察局長、警備隊司令両名を解任。各課の責任者やソーニャ副司令に事件の徹底究明を命じた。ダドリー捜査官をはじめ、今まで上層部に押さえつけられていた捜査官たちによって、帝国家議員のみならず何名もの逮捕者が出るに至って、クロスベル政界に対する死。そんな中、IBC のディーター総裁が次期市長選挙の出馬を、引退するマクダイル市長の理念を継いで健全な政治体制の確立を公約に掲げた。そしてマクダイル市長もまた、逮捕された議員たちの補欠選挙の出馬を表明し、早くも次の議長候補として各方面から期待されているという。そして事件から1ヶ月後、そのマクダイル市長によって俺たちは、エステルとヨシアはレンと共にリベールに帰ることになった。遊撃士協会の人手は減ることになるが、政治改革が行われることによって警察の体制もよりよく変わるだろう。今後は一層ギルドとも協力しつつ、彼らの負担も減っ。別れ際、レンは俺たちに改めて500年前の真実と、キーヤがオークションにいた経緯、そして俺の兄ガイ・バニングスを殺めた全てを見通すような彼女にも、それらの真相は。だがそれを解き明かすのは俺の、いや、いつかまた再会する約束をして、俺たちは、そして白熱した市長選が終わり、俺たちが通常業務に戻った日、特務支援課の玄関に真新しいカバンを持った。本当に大丈夫か。やっぱり初日くらいは俺もついていった方が。大丈夫、ちゃんと道も覚えたもん。それにリュウとアンリも一緒に行くんだし、ライダ心配性すぎ。で、まったくもう、本当に親バカなんだから。あなただって小さな頃は子供たちだけで日曜学校に通っていた。まあ、そういうエリーさんもそわそわしまくってませんか。これはその保護者の差がというか。やれやれ、せっかくのキーボーの晴れの日だ。もう狙われることもないんだし、せめて
きちんと見送ってやろうぜ。いやな、なんだか子供を持つ親の気持ちがわかる気がするわ。お前らこそ新市長から相談に呼ばれてるんだろう。そろそろ出かけたらどうだ。はい、それなんですけど、課長ご存知なんでしょ。一体どんな相談なんですか。それは新市長から直接聞いた方がいいだろう。とにかく今日はお前たち全員にとってせいぜいしっかりやってこい。わかり、やれやれ、また忙し、まあ忙しいのはいつものことですけど。それじゃあキヤちゃん、通りまで一緒に行きましょう。Thank you.
私を見つけて。